生まれはロシア、ステージは関西、舞台は東京、犯罪者のピロシキールです。嬉しい。何見て、めっちゃコメントないっぱいついてて、めっちゃ嬉しいコメントいっぱいある。見て、グラスいいやつとかさ、めっちゃある。嬉しい。愛のハートつけよう。愛のハートな、うん、ラブリーハート。このラブリーハートつけたらな、やっぱみんな嬉しいんちゃうかなと思う。なんかハートとこのグッドって どういうシステム？ハートは私たちしかつけられへんねん。うん、ほら、あ、そういうことか。じゃあもうハートつけといた方がいいの。うーん、でも違いは、ハートとグッドの。だからグッドは私たちがつけたことがわからへんけど、私たちがハートつけたら、私たちがハートつけた、ほら、あれちゃんまた綺麗になったって。嘘、ブサイクやったってこと？そんなことない、なんでそんな捉え方すんねん。いつにも増して綺麗になってるって、ほら。ありがとうございます、ラブリーハートつけとこ、ほら、ラブリーハート、嬉しい。ないない。ん？お前らさ、毎回毎回うざったいタイトルで気持ち悪いんだよ。出てくんな、消えろ。ちょっと待って、うざったいタイトル、うざったいタイトルなん？ラブリーハートつけとく、一応。ラブリーハートつけとこう。でもこんなん書いたらもっと出てくるようになりそうやけどな。ラブリーハートつけたらまたラブリーハートついたっていうので見るやろ、多分。で、やっぱこの人この人の動画好きなんやって言って、また出てくるわ。なんかあんねんで、あの、非表示にできるやつ。うん。非表示って、なんか、ん？この、こういうの好きじゃないみたいな。あとで3本点点点を押して、それした方がいい。コメントなんかしたらまた来るのに。これもあれ、あのフェミニストの動画、なんかわざわざそんな、もうなんか自分から喧嘩に行くみたいなことせんでもさ、いや普通さ、なんか、ね、なんかどうでもいいこととか関係ないことってさ、なんか大体なんか突っ込んでいかないや。例えば説明しても、ここにさ、うんこが落ちてるとするやんか、うんうんこが落ちてます。普通のさ、普通の人間の反応はそれをまたぐとか、ね、嫌なことをわざわざうんこを、なんか見たくもないやつをわざわざうんこを踏みつけて、自分の顔に浴びせて悪いように捉えて、とてもよかったら普通になんかまたくやろうっていう話してたの。そうそうそう、だからもうまたいだら嫌嫌なんやったらっていうのを言ったコメントやな。嫌なら見るな。じゃあ道端でいじめを目撃しても自分には関係ないからってスルーしろってこと？明らかに人種差別なのに受け手が気がついてない、不快ではなかったらスルーしろってこと？姫路と大阪でどんな教育受けたの？登録解除する。また解除した。また解除されてもった。一人減った。二人目をもう。二人目をこれはちょっと重大な問題だ。こんなに解除されるとはな。姫路と大阪でどんな教育受けたんだ、お前は。大阪でどんな教育受けたんだ。ちょっと待って、いじめを目撃しても、待って、いじめてんのか、お前は。分からんねん。お前いじめているのか。いや、俺はいじめんといてっていう動画を上げただけやねんけど。いじめんといてっていう動画を上げてたら、なんか私たちがやってることでいじめんといて私たちよっていう動画を上げただけだと思うんだけど、いじめてないよな。まあ、よくわからんけど、私たちがこんな人間になったのは姫路と大阪のせいなんかな。もうこれからさ、もうそうなんやったら、もうさ、ピロシキーズの言動についてさ、文句あるときはさ、姫路市役所と大阪のさ、市役所に、そっちに言ってもらう。そっちで教育受けてるよね。もうなんかどんな教育しているんだお前らはって、なんか教育委員会とか。大阪のせいや、お姫路のせいや。あ、そう、姫路やね、悪い。今わかった。ほんま姫路悪いわ。関西弁は犯罪者言語というのを理解していないのかと、関西弁に拒否反応を示す日本人が多いので、わざわざ敵を作る必要があるのかと思う。東京で関西弁を話す人は一人もいないのは社会生活が送れないからなんです。
必ず殺人犯、強盗犯、そういう人になるのです。それが日本の文化なんです。そうなの、やっぱりほら大阪の教育で私たちが、そっか、でもそうなってくるともうってことは何人犯罪者いんの、まあ、関西弁はほら2000万人ぐらい話すから、日本にはまあ2000万人ぐらいは犯罪者、もうとんだ劣悪な、どこの国よりもやばいんじゃない、とんだ劣悪な治安環境よこれは。もう日本という国はもう2000万人以上はもう軽く犯罪者、犯罪者犯罪よ私たちなんて、もう犯罪でしかないじゃない、誰も幸せになってない、もう犯罪者、犯罪者よこんなもの。生まれはロシア、私は関西、舞台は東京、犯罪者のピロシキールです。うわ、あのさ、アレちゃんの誕生日の企画やったの覚えてる、あ、ママのサプライズね。ハッピーバースデートゥーユー、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 おめでとう。びっくりしてる。あれってさ、もうみんなもう大喜びというか、初めてピロシキーズの動画で感動して、あれ見て誰しもが温かい気持ちになるというか、久々にアレちゃんがお母さんと再会して、お母さんがこうドッキリでみんなもらい泣きして、うわ家族って素敵っていう、なんかそんな動画やったやん。でもまさかの感動 V になったやん。まああれお母さんもね、すごいもう長い間喜んでて、毎日電話がかかってきて、いいコメント来てる嬉しい、すごい毎日。いやでもいいコメントしかなくて、うん、もうグッドばっかりで、バッド率もほとんどバッドがなくて、めちゃくちゃ多分国内のほとんどの人に受け入れられてる動画やねんけど、こんなコメントついてるわ。え？ん？めでたい。でもお母さんお疲れ様。あのね、お母さんを外に出すの早すぎ。でもってお母さん立ってるのに若いやつが座ってるとかない。申し訳ございません。ママに電話しよう。ママごめんって言った方がいいかな。え、じゃあ例えばお母さんが、俺お母さんやったらいい？あ、お母さん、お母さんやるな。じゃあ、じゃあお母さん、お母さんが後ろから、アレちゃんハッピーバースデートゥーユー、はあ、あ、あ、お母さん、あ、お母さんよ娘、よ元気か、お母さん、ほんまに元気か元気かお母さんそっかそっか元気かほとんどのこういうアンチのコメントというか批判のコメントってさ、めっちゃまさかなところを言うこと多いよね。え、ここえ、ここみたいな、俺も思うねん、そういう人たちって、で結構な同じような名前のやつが毎回その感じの、え、ここみたいなコメントをするんやんか。あれ多分な、動画を見る前にもう、よし今日はどこを批判してやろうか、さあよし今日は批判、今日もしっかりとやってやるぞ、どれどれ、ピッあ、メモすんの、メモしてんのかな、さ、これほうほう、あ、一瞬花かいたな。これは花に花くそが詰まってるということか。人前で花を描くとはどういうこと、人前で花を描いて花くそを、あ、一瞬ほじったぞ、これ花くそをほじるどうか。だからさ、もう繋げてるの、しっかりと今日は批判するぞっていう目線で見てるから、もう何を言っても全部、そりゃさ、あんたのこと全部批判しようと思ったらできるよ。だって絶対もうそんな、もうね、仏様みたいな人とかっておらへんやん、絶対嫌いな人もいる、絶対誰にも何もイラッとさせずに素晴らしい
人ってもういないし、いない。だからそれはまあ批判しようと思ったらどこにでもね目をつけて批判はできますよ。批判しないと気が済まないみたいな。もう何かこう言わないと納得がいかない。思わへんだって。いや、どういうつもりなのって。いやでもロシアのやつでもよく見るんやけど、なんかアップされるやん動画、うん。猫ちゃんとかの動画とかもよく見るんやけど、うん、なんか猫ちゃんの動画アップされて、なんか猫ちゃん同士で遊んでて、一匹にこう、なんかびっくりさせられて、その、コローンって転がっちゃったみたいな動画とかめっちゃ書かれるもんね。クソ野郎飼い主の猫ちゃんが転がってかわいそうじゃねえか男、うざい。一応、ラブリーハート。ラブリーハートつけんの？ラブリーハート。なんか、やっぱラブリーハートつけたらちょっとは平和な気持ちになるかもわからへんから。好きなチャンネルだったのに、なんかがっかりしたわ。チャンネル登録外した。こんなこと言わないで普通にやってればよかったのに。昨日は3月8日だったのにね。何どうしたんや。初めて拝見しました。男の方気持ち悪く殴りたい気持ちになりました。ごめん、この男生理的にダメ。川の流れのように。あ、でもさ、多分ね、あんたが穏やかに好みを任せていたい。さあみんなもアンチコメントをする。みんなもこう川の流れのようにように緩やかな心。なんで流れ